Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 52. 今日は、えー、幸せに生きていくために自分の価値を他人に決めさせないまた自分の価値と結果を切り離すということをお話ししますこんにちは 大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなど受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください エピソードにに入る前にお知らせがあります先日12月12日私のアクションプランニングワークショップにお越しいただいた皆様どうもありがとうございました皆様の1時間半有意義なものになったことをお祈りしていますそして2021年に向けてアクションプランができつつあることをお祈りしておりますあのライブで参加できなかった方いらっしゃると思うんですけれどももし興味がありましたら 無料の Facebook グループで録画を保存していますので、興味のある方は、ショーノートの Facebook グループのリンクからぜひご参加ください。今日は、結果と自分を同一視し,しないというお話をします。この考え方なんですけれども、実は今週、あのコーチングのお客様とこの話をしてい,たして,いて、 結構不落ちするのが難しい話だよなと気づいたので、ちょっとポッドキャストでもお話ししようかなと思ってお話ししています。えー、結果と自分を同一視しないっていうのはどういうことかというとあの、何か自分がやったことの結果と自分の価値を一緒にしないっていうことです。つまり、えー、仕事がうまくいった。自分はすごい。 とか仕事がうまくいかなかった自分はダメだという考え方を捨てるっていうことなんですね。えっと自分の価値が何か自分のやったことの結果とつながっている人ってうまくいったらいいんですけどうまくいかなかった時に自分に自信がなくなったりとか自分に価値がないせいだって思ったりするじゃないですか。そういう考え方をやめると ものすっごく人生が楽になりますえー、例えばですねあの起業されてる方も多いと思うんですけれどもあの誰かに何かを売ろうとしてあの売れなかったらとか相手に拒否されたりとかしたらなんか自分のが個人的に嫌がられたって思ったりとか自分のやり方が悪かった。 体とか思ってしまいがちなんですけれども実はその考え方ですごい自分を苦しめていてえそれは事実じゃない。だってもしな何かそのお客様があの買わなかったとしてもそれは単にその商品がいらなかったからかもしれないしその商品に魅力を感じなかっただけかもしれないしもうすでになんか同じようなものを持っているだけかもしれないしだからその 理由っっていっぱいいぱあるじゃないですか。まあ、その時はたまたまお金がなかったとかねもうそ,そのもの自体にあの魅力を感じてないですとかいっぱいいろんな理由あるんですよだけどなんあの売ってる人からしたら、まあ、多分お店で働いてる方とかもそうかもしれないんですけどなんか自分がものすごくいいと思って一生懸命進めてるんだけど相手がいまいちの反応だったりしたらそれがなんか自分の価値とつながっちゃっててあ私の説明がいけなかったんだとか私の あの私との関係が、その人との関係ですね、個人的な関係があの、熟してないのにこんなことを言っちゃって嫌われちゃったんだとか、なんかそれ、あの頭の中でストーリー作っちゃってるんですよね。まあ、実際に、なんか嫌がられることもあるかもしれないですよ。それはあり得ると思いますよ。だけど100、100%そうじゃないじゃないですか。でそれはなんかあの、いいことがあったときとかも一緒で、なんかものすごく仕事で成果出したとか、 なんか褒められたとか、まあ、そういう時も、まあ、それ自信になったらいいんですけど別にな,なんていうんですかねそれ自体で自分の価値を決めることなんかないじゃないですか。てかそれそれ自分の行動の結果だけで自分の価値が決まるんだったらあのもう人生なんかうまくいかないことの方が多いのでその一回一回の行動で自分の価値が揺らぐっていうのめちゃめちゃ生き方としてしんどくないですか じゃなくて、もうもともと自分にはすごい価値があるって思ってた方がいいじゃないですか。もうその結果と自分の価値とか分離されてる。で、自分の価値は一定なんだけど、頑張ってできた時はできたし、頑張ってもできなかった時はできない。それでいいじゃないですか。まあそっちの方が考え方楽じゃないですか。こ,こうやって考えるのすごく難しいんですけど、うん、やっぱり、 あの自分の力でコントロールできないことって世の中にはいっぱいある,あるんですよね。例えば、まあ、結果はコントロールできないことの方が多いですよねっていうのはその中にまあ運があったりとか他の人が絡んでたりとかいろんな要素が、まあ、自分の努力が足りなかったとかいうのもあるかもしれないですけどあの自分がやれることだけはやるけどその後の結果はやっぱしあの100%はコントロールできないことの方が 多いんですよ。だから、なんか、うん、すごく幸せでいるためには常に平常心でいないといけないと思うんですけど、その平常心を保つためには自分のインプットはコントロール、だから自分の行動はコントロールするけど、結果をコントロールするっていう考え方を捨てた方がいいと思うんですね。うん、で、これ、この前のあの、 ワークショップ12月12日にワークショップやったんですけど、その,あのアクションプランニングのワーク,ワークショップだったので、えっと、どうやってゴールを達成するために行動するかっていう戦略みたいなこともお話ししたんですけど、そのゴールを達成するためにはトラッキングをしなきゃいけないんですね。で、トラッキングが、あのまあ、詳しくはあの Facebook グループの中に入ったら、ワークショップが見れるので見ていただきたいんですけど、 あのリーディングインディケーターとラギングインディケーターっていうのがあってリーディングインディケーターは自分が今するインプットとかを、えっと、トラックするんですねでラギングインディケーターっていうのは結果をトラックするんですよだからトラッキングの時も2つに分けるんですねそうすると自分がコントロールできることをコントロールし続ければ必ず結果として返ってくるからなんですねだけれどもやっぱり自分の行動っていうのは その自分のコントロールの範囲内だからいくらでも変えれるんですけど結果っていうのはやっぱり出てみないと分かんないところあるじゃないですかだからこう試行錯誤で自分の行動を変えていってそこは自分の価値と結びついてていいと思うんですけどその結果自体を価値と結びつけて考えるのはすごい苦しい <laughs> そういう生き方をしてもいいと思うけど苦しいと思います。 でこれはもう本当、他人の承認が必要としてるとか、そういう考え方とも関わってくるんですけど、も他人の承認自体も、なんか結果、自分が何かを結果を出して、それを他人に認めてもらって、初めて自分が価値があると信じられるっていうことじゃないですか。その他人の承認を必要としているっていうことは、自分の価値が誰かの考え方とか。 に,に基づいててるってことですよねその,その誰かの考え方の元になってるのは何かって言ったらやっぱり自分が何かをしたことの結果なんですよね。でもうここでまた二重にすごいややこしくて自分が何かをした結果を A さんと B さんが見てて A さんはすごい承認してくれるかもしれないけど B さんは承認してくれないかもしれないじゃないですか。だってその人たちにはその人たちのなりの考え方があるから。 だから他人の承認で自分の価値を決めるっていうのはその結果もコントロールできないし他人の考え方もコントロールできないので二重になんかパワーをその自分のコントロールできないことに与えてるんですよそうだからもうあの結果とかねにアタッチするのもやめる結果と自分を同一視するのもやめるそして他人の承認と自分の価値を同一視するのも やめる。そうするとものすごく生きるのが楽になります。これなかなか難しいんですけどやっぱり究極的には自分の価値の源泉がどこにあるのかっていうのをあの自分で突き詰めて考えることですね。で私自身は別に何にも生み出さなくても価値があると思ってるんですけど一人一人あのもうその今の状態で誰もあの 不足ななとところはないと思っていて全ての人に価値があると思ってるんですけど大体そういう考え方ができる人っていうのはすごく少ない人に対してはそう思えるんだけど自分に対してはそう思えない人の方が多いのでそれはなぜかっていうとやっぱり深く自分のことを見つめてあこんなに価値があったんだって思ってないからなんですよやっぱし忙しいので,あのでいろんなことを。 結果と自分を同一したりとか死し,したりとか他人の承認を求めたりとかしてたらどん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 なんか自分の価値が下がっていくっていうか自分の価値を信じられなくなるような出来事の方が多いんですけどそうじゃなくて一度自分の内面を見つめてみる自分のことをとことん見つめてみるそしたら実はなんかものすごく価値がある まあ価値がないとね、この世の中に生きてないと思うんですけどね。あの <laughs>、価値があると思ってるからこそ、ここに来たんだと思うんで、まあ、そういうことなんですけど、まあ、一度ちょっと深く深く考えてみることをお勧めします。えー、今日は、結果や他人の承認に自分の価値を決定する権利を与えないというようなことをお話ししました。 最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マーク、ポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方は、小ノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みください。 そして現在もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中ですこれもショーノートのリンクからご覧ください